こんにちは、サックスの川原塚雄二です。今日はこのイーウィ、ウィンドシンセをですね、このミディアウト、これをワイヤレスで音源に飛ばして、どれぐらいのレイテンシーが発生するのか、それは実用的なのかどうかっていうのをいくつかの機材を使って、あとつなぎ方もちょっと変えてみて、いろいろ検証していこうかなと思います。もしワイヤレスで飛ばしたい人、気になる方は最後までぜひご覧ください。まずですね、この EV5000 の場合は、買うとですね、こういうワイヤレスの受信機ですね、こういったものがついてくると思います。これをアンプの入力につないでもらうと、ここから電波を飛ばして、これが受信するということになってるんですけど、これは実はこれの内蔵音源の音を飛ばすということなので、これをMIDIコントローラーとして使いたい場合っていうのはこれは使えないですね。でついでに言うと、この内蔵音源を飛ばすやつっていうのは多少レイテンシーがあってですね、ちょっと僕も試したんですけど、ちょっとこれは厳しいかな。まあその使う音色とか、あとその音楽のそのテンポですね、これが多少ゆったりであればまあまあ大丈夫なんですけど、ちょっとシビアな場合はちょっと厳しいかなと思います。あとは最近こっちの内蔵音源をほとんど使ってないので、そうするとこれはちょっと使えないかなということになります。で使う音源の方は MacBook、MacBook に入れたソフトウェアシンセ、これを鳴らすっていうことを検証していこうかなと思います。MacBook を鳴らす場合はこの USB アウトですね、USB で直接パソコンの方につないでいただくか、この MIDI アウトを、MIDI のインターフェース、僕が使ってるのはこういうやつなんですけど、これのここに MIDI のインとアウトをつないでいただいて、でこれ USB でパソコンにつないでもらって、MIDI をやり取りするっていう風になってます。なのでこの2つをまずちょっと試していこうかなと思うんですけど、で検証したいワイヤレスの装置っていうのは、最近ちょっと皆さんよく使ってると思うんですけど、 CME というメーカーのこれ WIDI と書いてですね、 YD って読むことにしています。これ外人さんというか、そのこの本国の人はウィディって言ってるんですけど、ちょっと言いづらいのでワイリーで、これ関係ないですけど、10年ぐらい前かな、なんかインテルがワイヤレスでディスプレイにこう映像を映すっていうのを同じ WIDI でワイダイって言ってたんですよね。なのでちょっとその辺がごっちゃになりそうになるんですけど、一応、ワイディっていうことにします。でこれが送信側と受信側で2セット必要になります。なので、2セット一応用意しました。と MacBook、iOS 端末もそうですけど、もともと Bluetooth ついてますよね。 Bluetooth の受信はだからできるわけです。なので今回は、送信はもう絶対これつけてなきゃいけないんですけど、受信側をパソコンで受信した場合と、さっきの MIDI インターフェースにこれをつけて USB で接続した場合、それに違いがあるのかっていうことをちょっと確かめていこうかなと思います。全ての基準になるものをまず決めなきゃいけないんですけど、有線でパソコンの音源を鳴らした時に、パソコンも万能ではないので少し遅れはあるわけですよ。でそれをまず測って、それとワイヤレスでどれぐらいそれぞれ違うのかっていうことを確かめていこうかなと思います。でそのレイテンシーの測定の仕方なんですけど、ちょっといろいろ調べたんですけど、うちオシロもあるんですけど、それでこう電気的な信号を拾って、後で波形で見るってこともできるんですけど、あくまでも実用性を確かめたいので、ちょっとアナログ的な方法を取りたいと思います。このキーを叩いた時というか触った時に、ちょっとわざと大きなこの音を出します。この音と実際に Mac のスピーカーから鳴ってる音、これを両方録音して、そこにどれぐらいの差があるのかっていうのを、波形の方で見ていこうかなと思います。では最初にこの USB 直、これを MacBook に挿してあります。でこれの対する遅れも今最大限に減らそうっていうセッティングでやりますので、キーディレイ、これをですね1まで下げています。でそして MacBook の方なんですけど、今2022年8月現在、MacBook Pro で M1 Max、全部乗せ
ていうものを僕使ってます。あの SSD 以外は全部フルスペックに上げているので、 Apple が出しているノート型のパソコンの中では今これ以上速いのは一応ないということになっています。なのでパソコンのスペックが足りないとか、そういうことはないように今なっています。その状態で、検証していきますね。メインステージの方なんですが、これも極力もう軽いやつでやろうと思うので、新規作成画面で今ウルトラビートっていうのをちょっと立ち上げました。でウルトラビート、これで、スネアの音が今出るようになってるんですが、その前に、メインステージの方もバッファーをもう極力少なくしておきます。16まで、ちょっと下げました。16って多分相当だと思うんですけど、これでちょっと鳴らしてみますね。今体感上ではですね、イービーを叩いた時の音とこのスネアが鳴ってるっていうのはほぼ同時ですね。これをだからちょっと録音して、実際に波形の方で見てみようかなと思います。そして今ちょっと録音してみました。そして DAW の方に今この USB 直っていうチャンネル作ってここに流し込んだんですけど、この頭がこのイーウィを叩いてる時の物理的な音になります。 で実際にパーカッションの音が発音しているのがここですね。全体の波形で見るとこんな感じに見えてるんですけど、これを拡大したものがこっちになります。でここをゼロとしているので、この白い線のところが今いくつかっていうと、今秒設定になってるんですけど 0.026 秒なので26ミリセカンズ遅れてるっていうことになります。遅れてるというかもうこれ結構早い方だと思うんですけど、ここがだから有線で一番早い、まあ、基準になるところになりますかねっていうので、まず一つこれが完成形となります。 USB 直で26ミリセカンズ、これをまず覚えておいてください。はい、そして次に MacBook の方に今これをつないでいます。この MIDI インターフェースをつないでいます。これに今度は USB ケーブルですね、普通のやつです。これを EV のアウトとこの MIDI インターフェースにつないで、MIDI の有線っていうのもちょっと試してみようかなと思います。はい、MIDI の直、MIDI の有線っていうのも録音してみました。この上の方がですね USB 直ですね。この白い線のところが発音のタイミングになっています。さっき26だったんですけど28ですね。まあほぼ誤差かな。ただこれが USB アウトだからなのか、それとも他のメーカーの MIDI インターフェースだからなのかはちょっとわからないんですけれども、USB 直の方がやっぱりちょっとだけ早いっていうことになりますね。 MIDI インターフェースをつないで有線だったら全然大丈夫かなっていう感じですね。28ミリセカンズですからね、全然大丈夫だと思います。ということで、ここからワイヤレスの検証に入っていきます。はい、そしてワイヤレスの方なんですけども、最初は EV の方には YD の送信機だけを挿しています。で受信側なんですけど、この今撮ってる MacBook の Bluetooth を使います。 Bluetooth MIDI のペアリングの仕方なんですけど、オーディオ MIDI 設定の方からやってくださいね。通常のマウスとかイヤホンとかの Bluetooth の設定のところではこれはできないので、オーディオ MIDI 設定の中の MIDI スタジオの中から、ペアリングをしておきます。その状態でさっきと同じ検証をまたやってみます。MacBook と、YD、 これを Bluetooth でペアリングしてつなげてみました。こうやって順番に見ていくとですね、 USB 直、 MIDI 直、ちょっとだいぶ遅れて Mac と YD っていう風になってるので、ただ数字的にはですね41ミリセカンズ、まあまあ実用的だと思います。叩いて録音してる時、ちょっと動画にはそれ収録してないんですけど、やってる時はそんなほとんど違いが分からなかったですね。ということで今 Mac と YD、これをペアリングしてみました。はい、じゃあそして次に送信側は一緒です。このまま、YD を送信としています。で、今度受信の方なんですけど、MacBook を使うのではなくて、先ほどの MIDI インターフェースの方に、このもう1セットの方の YD をつないでいきます。はい、こんな感じですね。インプットだけでいいんですけど、これアウトプットの方から電源を取るので、
両方刺してないといけないということになります。じゃあこの状態で、同じ検証をしていきますね。YD 同士、送信も受信も YD ということで撮ってみました。さっきの MacBook と Bluetooth でペアリングした時がこの3番目のやつですね。で今 YD 同士なんですけど、ちょっと早いですね。これぐらい、さっきの Mac と YD が41ミリセカンズだったのに対して、40ミリセカンズですね。だからほぼほぼ変わんないと見ていいんじゃないでしょうか。ただやっぱり気持ち YD 同士の方が早いかなという感じです。これは MacBook の方の Bluetooth が優秀と見てもいいんじゃないかなと思います。ほとんど変わらないですね。気持ち YD 同士が早いっていうことになります。では次にですね、ちょっと別の端末を使ってみようかなと思います。YD の方を、パソコンと直でペアリングした場合と、送信受信 YD っていう YD 同士でやった場合、で試してみました。で次にですね、こちらを使ってみようかなと思います。これパンダオーディオっていうメーカーのミディビームっていうやつなんですけど、これもともとですね、このニューラッドの方に送信機が内蔵されてます。まあ多分この送信機の中の基板を取り出して、この中に仕込んであるんだと思うんですけど、でこれまた別の、もう一個僕が予備で持ってるやつなんですけど、これの送信機を、EV の方に挿して、これ USB でそのままワイヤレスの受信機としてパソコンにそのままつなげられますので、これを確かめてみたいかなと思います。ちなみに、YD の場合、YD 同士の場合はメーカーの交渉値としては3ミリなんですね。3ミリセカンドなんですが、こっちの交渉値は 0.3 ミリセカンドです。だから10倍早いんですよね。それをちょっと検証していこうかなと思います。で一応ここで注意点、今この動画を撮影しているのは日本国内とは僕は断言しません。意味がわかる方は察してください。意味がわからない方はスルーしてください。ではちょっと検証の方を始めていきたいと思います。まずこの送信機の方を EV につなげなきゃいけないんですけど、ちょっとかさばるんですよね。横につなげてる人もいるんですけど、僕の場合はちょっとこうなんていうんですかね、ベルクロでこういう風にこう本体に取り付けられるようにしています。じゃあちょっとさっきの検証、同じことをやっていきます。でミディビームも、測定してみましたけども、恐るべき結果が出ましたね。ミディビーム、この一番下の5番目なんですけど、 USB 直と同じですね。ミディインターフェースを通したミディケーブルの有線よりも早いですね。ということはミディインターフェースの中に多少のレイテンシーがあるっていうことになりますよね。数字上で言うと26ミリなので、やっぱりこの USB とほぼほぼ変わらないですね。というか全く一緒、むしろちょっと早いんじゃないかぐらいですね。すごいな、これは。ミディケーブル有線でインターフェース通した時よりも早いと。さすがですね。0.3 ミリセカンドの交渉値に偽りなしという感じがしますが、これ実際の演奏でどう感じるかっていうところなんですけど、ほぼ差はないと思っていいと思います。今一番遅いところでも有線との差が15ぐらいなので、でこれ録音とかしてる時に、例えば20ミリから30ミリ遅れると、あーちょっと遅いかなって人間が感じるところだと思うんです。ただ全然ライブとかだったら実用範囲内だと思います。50ミリ遅れるとさすがにちょっと遅いかなとは思うんですけど、ただそういう世界の中で有線との差が15ミリっていうのは、もう非常にまあほぼほぼレイテンシーの実用で言うとまあ優秀ですよね。ただ今 EV のキーディレイの設定も、このソフトウェア音源、このメインステージですね、メインステージのバッファーも一番早い状態にしてるので、だいぶコンピューターに負荷がちょっとかかってるかなという状態になってます。現実的にはさっきバッファー16でしたけど、僕ライブの時は32でやってるので、これよりかは全体的にもうちょっと遅くなるはずなんですが、有線による26ミリっていうのがそもそも遅いんじゃないかって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、これはですね、音源の立ち上がりによって随分と左右されるところではあります。なので音源によってはもっと短くもなるし、もっと長くもなるということになるかなと思います。で今日はワイヤレスとその有線の比較ということなので、現状ですね、 YD で接続した時、
YD 同士が本当は 3mm っていうまあカタログ値あるんですけど、ミリケーブルの時との比較になるので 12mm 遅れてるっていうことになりますね。ミディビームは結構やっぱりほぼゼロなのでかなり優秀かなというふうにもなります。じゃあその 12mm っていうのが非現実的かというとそんなこともなくてですね、結構それでも早い方かなと思います。そして個人的にはですね、あの MacBook と YD を直接つないだ時が YD 同士とほぼほぼ変わらなかったのがちょっと意外でしたね。これ MacBook がかなり優秀なのかなというような印象です。まあ、MacBook の方の Bluetooth のバージョンが一応5になってるので、これが1個前のバージョン4だとちょっとかなりそこに差が出てしまったのかなとも思います。ちょっと波形で見てみたんですけど、波形の結果はさっきの通りです。今のスネアの音で演奏するってことはあんまないので、ウィンドシンセの音を出した時にどれぐらいこの体感でそれが遅れてるのかなって思うのかどうか、これをちょっと確かめてみたいと思うんですけど、ミリビーム、今ついてます。そしてさっきメインステージのバッファー最初検証の時16にしたんですけど、ちょっと CPU が重そうだったので今32にしてます。全然遅く感じないですね。さっきのワイヤレスの検証の中で一番遅かった、YD と MacBook の直接ペアリングした時の、やつでちょっと試してみますね。今切り替えました。今 MacBook とこれを直接ペアリングしている状態です。全然大丈夫ですね。正直わからないです。なので両方実用的だなと思います。有線にしても多分わからないです。今日はこの USB、MIDI、これが有線で、ワイヤレスの YD、 それの接続の仕方を2種類、それとちょっと話題の、MIDI ビーム、これをちょっと試してみました。やっぱ MIDI ビーム早いですよね。数値上ではすごい早いな、びっくりさせられるんですけど、現実演奏の中で使う分には YD でも全然十分だと思います。これ今日はちょっとあの MacBook Pro、 さっきお話しした通り、一応今今日現在、売っているノート型のパソコンの中では一番早いものを使ってるんですけど、今後外部音源であの IFW とか TWV2000 とかをちょっと前の端末もう使ってないよっていうような iPhone とかそういうので動かすっていうことが多分考えられるんですね。そうすると今度マシンのスペックがちょっと今日のよりかは落ちるので、どれぐらい遅くなるかっていうのはちょっとわからないんですけど、ちょっと機会があったらですね、その iOS 端末の方でもちょっとその検証をしていきたいかなと思いますので、また今後とも動画をちょっと楽しみにしておいてください。ということで今日はワイヤレス、MIDI のワイヤレスですね、これのレイテンシーの検証をしてみました。参考になれば幸いです。どうもありがとうございました。